はい。今回は、共産党と強いつながりがある二党夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。コラボの住民監査請求、再調査の結果発表がですね、2月28日に控えているわけですけども、今回ですね、まさかの東京都監査委員のメンバーにですね、不当ではなく、これ、不正があったというようにですね、暴露されていますので、紹介していきたいと。 思いませえー、まずですね、こちら、えー、監査委員のメンバーである、こちら、伊藤都議のツイートを紹介します。監査委員としては、監査報告の通りです。報告書はご覧になりましたか会計報告に不正があったと明記しています。その上、あんたはないと思いますがね、っていうのでですねー。 えー、不正はありました不正はありまーすスタップ細胞はありまーすみたいなですね。えー、再調査の結果発表ですね。2月28日なのにですね、これ、事前に暴露してしまっていますと <laughs> 衝撃発言ですと <laughs> これ、結果発表がまだだって忘れてませんか <laughs> あの、再調査の結果報告書って、もう出来上がってると思うんですよ。 この投稿がですね、この伊藤都議のですね、投稿がですね、2月22日の夜じゃないですか、2えー、22時40分ですよねで。ちょっとカレンダーの方を見ていきますと、えー、この22日の夜に、えー、このツイートをしてるわけなので、この28日の発表までですね、あと平日ってもう24日とですね、27日しかないんですよ。 二日しかないんですよ。こんな重要な報告書ですね。内容に問題がないかとか、事前にですね、関係者内部でですね、チェックするはずですよね。だからですね、さすがに二日前にですね、この書類ができていないわけがないと思うんですよ。だからこそですね、これやっぱり事前に内容を知っててですね、もうポロッと喋っちゃってるわけですよ。<laughs> 見事に衝撃発言をしてしまうと、内部情報をリークしてしまうというですね、伊藤とになってますというところですね。はーい。 この伊藤と儀ですね、黒塗りゆり子にですね、これ怒られたんでしょうね <laughs>。必死にですね、先ほどのツイートをですね、削除していまして、こんなですね、訂正のツイートをされています。不正があったと記しているのは請求の内容であり、監査の評価は、としては、委託料の生産には不当な点が認められ、でした。 訂正の上、リプは削除しますっていうのでですね。ま、あこれ本人はですね、訂正しようとしてるんですけども、またまた訂正になってないんですよね、これ。<laughs> やっぱりですね、なんかこれ、請求の内容には、えー、不正があったっていうふうに認めてるんですよね。コラボの請求している内容には不正があったというところじゃないかなと思ったんですけども、まあ、もしかしたら、その、ひまそらかねさんが不正だって書いてたっていうこととも読み取れるんですけども、だとしたらですよ、 これ、不正はあったのかって聞かれてですね、会計報告に不正があったと明記していますっていうふうにですね、こんな言い方にならないと思うんですよね。ちょっと先ほどのツイートに戻りますと、会計報告に不正があったと明記していますっていうふうにですね、このように明言してるじゃないですか。 で、こういう回答にならないと思うんですけどね。まあ、あたとえ、ここの一個だけ間違えてたとしてもですよ。これ、冒頭から読むとですね、監査員としては、とかっていう言い方をしてるわけですよ。で、これ、先ほどの訂正、間違いだったっていう話であれば、この、監査員としてっていう内容も間違いになるじゃないですか。ツイート全部の内容が間違いになってくるわけですよ。なんか、ツイートの一部だけ書き間違えた程度の話じゃないじゃないですか、これって。 誰が言ってるかっていうところも間違えてですね。何と言ってるかっていうところも間違えてですね。そんなことあるわけないと思うんですけどね。うん。そんなツイートしないと思うんですけども。まあ、おそらくですね。もうこれ、口滑らしちゃったんじゃないかなというふうに思いますけどね。で、一応ですね。これ、念のため確認しておきますけども。えー、前回のですね、住民監査請求の結果報告ですね。不正ではなくて、不当ですけど、ね、<laughs> まだ不当でしたからね。こちらちょっと、念のためですね、確認しておきますと。 以上の通り、本件生産には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、以下の通り、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。監査対象局は本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものにすること。 というのでですね。まあ、このように書かれていたわけですけども、まあ、不正とはですね、書かれてないですよね。不当ですよね、不当。まあ、だからですね、コラボ陣営がですね、不正じゃないっつってですね、意味のわからない勝利宣言をしてたわけじゃないですか。で、不正って言ったやつ、訴える、カンパしてくれみたいなですね。<laughs> そんなこともやってたわけですよね。 ま、伊藤都議、監査委員のメンバーでですね、これもう結果知ってるから、もう頭の中にはですね、これ不当ではなくてもう不正があったことになってるわけですよ。<laughs> 2月28日より前にですね、事前に暴露をしてしまうというですね、この東京都の体制というかですね、こいつもあの都民ファーストの会なんですけども、都民ファーストの会のメンバーってですね、ほんとどうなってるんですかね 黒塗りにしてですね、必死にこう情報を隠すときもあればですよ。こうやってですね、ポロッと内部情報を暴露するときもあってですね、なんか非常識なやつ多すぎですよね、本当に。また再調査の段階だったんですけどね。で、念のためですね、こちら東京都の監査委員の紹介ページになりまして、で、メンバーがですね、5名いて、伊藤時ですね、一番上に来てるんですよね。で、主査監査委員という風にもなっていますし、 うん、まあ、その、100人メンバーがいたうちの1人とかそういう話じゃないじゃないですか。もうメンバーって5人しかいないわけですよ。で、きちんと役職もついてますし、主査監査員でですね、これ、内容知りませんでしたっていう話があるわけないと思うんですよね。これ確実にですね、これ結果知ってますよ。で、これですね、結果を知ってるからこそですね、都民ファーストの会の内部でもですね、そういう情報を流して、 先日ですね、都民ファーストの会がいきなりですね、委託ではなくって補助にしましょうとかって言い始めたじゃないですか。これですね、その内部情報のリークがあったからかなというふうに僕は予想しています。まあ都民ファーストの会ってですね、別にコラボ問題追ってたわけじゃなかったですし、まあ理由もなくですね、いきなり委託から補助にしましょうとかってもうなんか違和感だらけじゃないですか。 なんならですね、都民ファーストの会の内山都議なんてですね、書類は訂正すればいいんだ、みたいなですね、えー、ことを言い始める始末で、まあどちらかというとですね、コラボ用語派だったじゃないですか、何も問題ないんだ、みたいなですね。まあ伊藤都議ですね、それから都民ファーストの会の一部メンバーですね、これ結果知ってるわけですよ。 不正があったのに補助であれば大丈夫。そのままやりましょうってですね。これ強引に進めてるわけですよね。まあこれ、小島都議がツイートしてましたけども、まあ委託から補助に改めるように、えー、議会でこう、発表しましたよ、求めましたよ、みたいなことをですね、ツイートしてましたけども、うん、そういうことなわけですよね。まあこれですね、あの、早く進めないと、来年度間に合わなくなっちゃうじゃないですか。 だからですね、もう事前に内部で情報をリークしてですね、もう不正発表があるぞーつってですね。<laughs> 不正見つかったぞーつってですね。さすがに不正だから委託で継続することは無理だーつってですね。でも、中中スキームは閉ざすことはできないなーとかつってですね。よし、補助でやろうみたいなですね。間に合わないから事前に国と調整しておけーみたいなですね。 そういうことやってんじゃないかなというふうに思いますけどね。うん、こういう情報だって知らなかったら、いきなりじゃあ委託にしましょうとか、じゃあ国と調整しましょうっていう話にならないと思うんですよね。いや伊藤時ですね、まさかの衝撃発言をしてしまうと、まさかの暴露をしてしまうというところですね。都民ファーストの会、どうなってるんだっていう話ですね。はーい。 ちょっとこれおまけになりますけども、なんかトミーファースの会の方々ですね、ツイッターのこの写真の部分ですよね。皆さんなんかユリコとの写真に, <laughs> にしてるんですけど。 なんか、もっと自分らしい写真とかにした方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、うんそんなにゆりこを崇拝されてるんでしょうかね。うんなんか、<laughs> こういう言い方悪いですけど、なんか教祖様とかみたいに見えてしまうから、なんかもっと個性的な写真にした方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあこういうところもなんか都民ファーストの会大丈夫なのっていうのがちょっとなんか思ってしまうところでもあるのかなというふうに思いますけどね。うーん えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずはですね、こちらのコメントです。不正を明らかにしていただき、ありがとうございます。っていうですね、<laughs> まだ2日あったんですけども、えー、事前にですね、このように不正を公表してくれてありがとうございました。<laughs> <laughs> まあ普段はですね、コラボ用語派のはずなんですけども、不正だけはですね、事前に公開をしてくださるというですね、こんな仕事もしてくれますというですね、都民ファーストの会というとこになってますね。はい、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 でもこれ結局不正があったという認識はしていたってことだよね。じゃなきゃいくら出現だとしても言わないでしょうっていうですね <laughs>。まあそうですよね。自分たちが本当にこれは全然問題ないことです。不正でも何でもないですって思ってたらですね、これ不正がありましたみたいな発言って絶対ないと思うんですよね。だってコラボ陣営が間違えてこれ不正がありましたなんて発言ってしないじゃないですか <laughs>。いやまあでも彼らも不正ってわかってるかもしれないけど <laughs>。 <laughs> えー、まあでも、うん、当事者の方々は不正とかって間違いないわけですからね。もう本人たちもですね、これ不正だと思ってるからこそですね、不正だって言ってしまうわけですよね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。自分のミスでお騒がせして申し訳ありませんからだろう。 社会人経験ないの何どやってんのクソ笑う。<laughs> この人は抗菌使わせていただいているという自覚ないのが言葉の節々から 透けて見える。議員やめたらっていうのでですね。えー、まあ、そりゃそうですよね。この人、なんか、すごい問題発言。あれ、めちゃくちゃ問題発言だと思うんですけども、そんな問題発言をしてもですね、削除で許されるというですね。<laughs> 削除して訂正だけで済まされるというですね。いや、あれだけなんか騒がれてる、これだけ騒がれてる事件なんですから、うん、誤った情報ですね。本当に、本当に誤った情報ならですよ。これ多分、誤った情報じゃないから、<laughs> 謝罪できないんじゃないかなと思うんですけども、本当に誤っ 誤った情報を発信したと思ってるんだったら間違った情報を発信して申し訳ございませんでしたっていう謝罪があるんじゃないですか普通うんでもですねこれ誤った情報じゃないからこそですね誤った情報を発信して申し訳ございませんっていう一言が言えないんですよねはーい、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います、えー、本当にですね2月28日が楽しみになりましたねあーい えー皆さんですね、今回、ドミンファーストの会、伊藤都議がですね、まさかの2月28日より前にですね、コラボの会見に不正があったぞーっていうのでですね、えー、事前に情報をリークしてしまうわけですけども、皆さんですね、このような非常識な非常識なドミンファーストの会のメンバーの方々についてですね、特に伊藤都議についてですね、皆さんどのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。